空の中は、有川広による小説作品。2004年11月にメディアワークスより出版、角川書店より発売された。著者の自衛隊三部作の空にあたる。潮の町での第10回電撃ゲーム小説大賞を受賞後に、有川が書く初の単行本でもある。200X 年1月7日、2005年に発足した YS-11 以来となる。 大規模な国家規模の民間輸送機開発プロジェクトによって開発された世界初となる超音速ビジネスジェット機にして日本初の超音速旅客ジェット機であるスワローテールの試験機が四国沖の自衛隊演習空域通称 L 空域を試験飛行中高度2万メートルに到達直後突如爆発炎上をする2月12日 航空自衛隊飛行開発実験団所属の f 1 5 j イーグル e 2機変態が、同空域を実験飛行中、同じく高度2万メートルで1機が爆発炎上、変態長である佐伯木と白を3等空佐が死亡する。両事故の機体にはいずれも異常がなく、事故原因は謎のままだった。その日、高知県に住む佐伯三佐の息子である佐柄木窓川海で、 半透明の乳白色で不定形のクラゲのような奇妙な生物に遭遇する。携帯電話を介して拙いながらも言葉を発する。その不思議な生物をフェイクと名付け、マドかと幼馴染みのヨシエは家で育てることにする。天外孤独の身になったマドかは父を失った心の空洞を埋めるかのように、その生物をまるで家族のように可愛がり、コミュニケーションを取ろうとする。 一方、スワローテールの製造元である特殊法人日本航空機設計の春名高見は、スワローテールが起こした事故の調査員に任命され、事故当時佐伯三佐の編隊員として一緒に飛んでいた武田光基三等空位に事故当時の状況の聞き取り調査を行うべく寄附基地に来ていた。事故当時の唯一の生存者であることから厳しい調査を受けた光丸は、 当初事故の話をすることを渋っていたが、高見の熱心な説得を受け、自己空域へ高見と一緒に行くことを決心する。そして、F-15DJ に乗り込み自己空域に向かった二人は、その空域において、奇妙な現象と後に、白ゲート呼称される謎の知的生命体に遭遇する。原因不明の航空機事故と、謎の知的生命体。それらに関わる人々はやがて、 ある場所へと集まっていく。四国沖、高度2万メートルの清掃圏に生息していた知的、生命体。エディアから生物群の生き残りで、非常に長い生命スパンを持ち、まだ一回も世代交代を行っていない。また、同族も存在せず、自らのことを前期一つと形容する。優れた知能を持ち、接触以前から人間の放送電波を受信して、 知識などを蓄えている。日本語を覚え始めた当初はたどたどしい話し方だったが、教育によって流暢な日本語を話すようになった。形状は直径50から6 0キロメートルほどの白く巨大な高質の楕円型で、この形状での空中での静止や超音速での高機動飛行など、物理学を超越した飛行能力を有している。人間が認識している。 電磁波より汎用性の高い波長を利用することができ、波長を体内に透過させることによって外界を認識しているほか、ECM、雷撃、高出力、レーザーメーザー、電磁パルスなどの攻撃的な波長を用いて外敵を撃退することも可能。また、この能力の副産物として、レーダー波を透過させることにより高いステルス性を得ることもできる。このほか、 空への擬態能力なども有している。エネルギー源は太陽光線。その本質は新たな概念を獲得することによって自己進化を行い不可能を可能にするというもの。その名称は小説、白芸に由来するもので週刊誌が用いた空の白芸という表現が一般に定着したものである。高見たちはこれとは別に 白芸に登場する白色のマッコウクジラ、モービーディックに由来する、ディックという愛称で呼んでいる。文庫版には書き下ろし短編、ニヨドの神様と荒井元子による解説が収録されている。ありがとうございます。